この日本の古い町家の通り抜ける形でできているオープンエアのキッチンです。すごく素敵ですね。奈良だけじゃなくて京都などにも、ね、残っている町家のキッチンですが、ここはかまどですね。かまどといって、ここでご飯を炊いたりしているようです。ここがお水を使うところですね。奥まで抜けていく感じ。天井もずっと上まで吹き抜けになっていて、とっても綺麗です。昔はこういう薪を使ってお料理してたんですね。さん、言ってくれてありがとうございます。とっても綺麗なところでした。こんな感じで、どっち行きましょう。これサルボボですね。みんなの、病気、みんなが病気にならないように、なんか家の中でね、悪いことが起きないようにっていうお守りみたいなものですね。それからこういうこう道が交差するようなところでは、交通事故とか起こりやすいので、こういうお地蔵さんが身を持ってくれているようです。この辺りの今現在地ですね。綺麗ですね。ここにもサルポポが。街のあちここ、あちらこちらにね、サルボボちゃんがいます。これはお蕎麦屋さん、手打ち蕎麦、香辛さん、吉祥堂すごいいっぱいサルボボすごい大きいサルボボがあります。面白いですね。あ、奈良町資料館。
町資料館昔なんと七大寺の元興寺の本堂がここに建っていましたが1451年の乱で消耗してしまいました。その後この跡地に人々が生活をするようになり奈良町として栄えました。この資料館はその当時から明治に至るまで人々の生活の良くで店員や職人等が使用していた書店の看板で多数展示しています。ああなるほど、お、サルボボちゃん、この赤いぬいぐるみは身代わり猿と言います。健康を祈りするお守りで後進さんとも言います。昔は家族の人数を表しました。昔は家族の人数を表したんだ。ってことは 1,2,3,4 5人家族みたいな感じでしょうか。氷屋さんがありますね。結構あの普通の住宅街のように見えて、街の中にたくさんの小さいお店がいっぱいありますね。お、グリル、多分何屋さんだろう。これも何かお店か。割と家から近いところなんですけどあれなんか初めて見るお店ばっかり。お、靴下屋さんだ。奈良は実はあのなんか日本全国 の、 あの靴下のなんか、ね、生産量がねすごく多いんですよ。かわいい。お、素敵なお店ですね。仕切ったそう。こっちに行こうかな。あ、からくりおもちゃ館面白そうです。ではこっち、今から、北側に向かって歩いていきます。北側というとね奈良駅に近い方本当にあちこちにいるね。おもちゃ館というのを発見しました。ここ80メートル行ってみましょう。待って、水曜日は休館、今日って今日火曜日。じゃあこの奈良町はもともとさっき書いてあったように元興寺というね本当に大きいお寺がこのエリア本当にイメージなんかウォン大神香港のウォン大神の多分何倍だろう、なんか10倍とか20倍とか本当にとても広い広大な土地を所有していたんですね。昔のお寺は政治的な力がすごく強かったのでなんかイメージ多分イタリアのローマにあるバチカン、バティカン
バチカンのようなイメージで考えたらいいと思うんですよね。すごく力が強くて、だからたくさんの土地を持っていて、経済力もあって、でそれでそのお寺が焼けた後に、多分人がどんどん集まってきて、人が住むようになったんだと思いますね。こんな神社がちょっとだけ見てみましょうか。沈閣霊府神社。もうちょっと石畳。今日ヒールなのでちょっと危ない感じ。なんか顔がすごく可愛くないですか？かわいい。 ここが神様のお社です。とても古い神社ですね。じゃあ、隣にあるからくりおもちゃ館でしたっけ？ちょっと発見したので面白そうだから行ってみようと思います。奈良町からくりおもちゃ館。ここの町の名前は飲料町というそうですよ。飲料町。時をつくさ、つかさどり、暦を作っていた飲料師たちが住んでいたところからつけられた。陰陽師とかああいうのですかね。ここでは庶民が最初に手にした暦といわれる奈良暦、南都暦が作られていた町内にある。あ、隣のですね、沈閣霊府神社は陰陽師の会と仰がれる、なんて読むでしょう、雨の水主の神を祀っていますということです。じゃあちょっと、どうぞお入りくださいということなので、ちょっとお邪魔してみましょう。初めてですね。どちらから来られましたか？香港から来ました。香港来ました。でも実家は奈良にあるんですけど。あ、そうですか。別にナショナルで特に問題はございませんので。ここはどこか調べられたんですか？あ、今そこで偶然。偶然ありました。なるほど。いいですね。これはね、江戸時代、江戸ピアリアですから、そうですね、今から150年以上の前のおもちゃを復元したんですね。残ってないんですね、こういうおもちゃは。全部肝が燃やしたりするんですけど、大学の先生が江戸の歴史を教えるときにおもちゃも作ろうということで、生徒として作ったんです。で、20年かけて200点ぐらい作ったんです。で、今ここにあるのはそのうちの20点。今コロナですから、
一応純度でこういうふうに一人で遊ぶものを中心に置いてます、はい、ちょっとこれお相撲は見たことありますか。はい、あ、日本人です。あ、日本人、あ、そう、日本人、ね、はい、あ、日本人です、はい、あ、そうですか、わかりました、はい、あ、香港住んでるけど、ね、あ、実家こちらで僕は行かれてる、はい、あ、わかりました、はい、はい、すいません、いえいえ、ちょっとこれここを持っていただきます、はい、このように、このように持っていただいて、でこれ土俵ですよね、はい、持ってで相撲するには清い登ったと言ってこう動かして、はい、押し出しとかこういうこと、あ、はい、うん、あ、なるほど、うん、あるいはちょっとねこうひねる、こう引いてちょっとひねるとこう引き倒しとこういう、あ、そうそう、前ですね、で押して同じようにこうすると押し倒しとこういう、あそれでね押されてね、あ、なんないっていう時に、いや、こう投げ、こう投げること、投げを打つこともできるんです、あ、そう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 、うまいですね、なかなかそこまでいかないですちょっとなかなかね、難しいな、高さとか回すとかね、はい、あ、でも可愛いですね、可愛いですね、はい、適応という感じ、それでね、その人形ちょっと取っていただけますか、すいません、はい、これ遊び方はちょっと言いますね、なぎましたか、そうなってますね、ね、これは長い方のなぎなたですね、はい、でこれをね、こう振るのです、でこうして、はい、えい、えい、いや、どうだよ、こういう、こういうことができるんです、あ、なるほど、はい、あまっすぐ立ててもらった感じですね、はい、でそこで気合いを入れて、えいっとこういうふうに顔が面白いですね、あ、そう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 、かわいいですね、かわいいです、面白い、これも全部手作りなんですね、もう全部ね、だから昔の絵を見て、絵本を見て、で書いてある文献を見ながら一つずつ作っていったんです、で材料集めも大事だったと思うんですよね、見ただけでは分からないですよね、うん、まあ、そういうの見ながら長い時間かけて作ったと思いますね、作ったけれども全然イメージが違うと思うんですね、すぐ壊れてしまうとかいろいろあったと思うんですよ、あ、でも可愛い、はい、簡単に見えますけどね、ちょっとね面白みがあるんですね、うん、はい、ありがとうございます。あ、写真撮ってもらってもいいですか？いいですか？はい。大かぶり。大かぶり。バラの。あ、ちょっと長すぎますけどね。でも面白いです、ね。高かぶり、バラの人たち、人形が目を向き、顔出します。あかんべえ。どうぞ、あかんべえ。でかこ、でかこ。うん、ああ、これは、いいです。この、白いおすすめは、赤い紐を引かせていただくと、はい、あー、本当ですね、あ、かわいい、あ、これは進みません、いやいや、なんかこれは自分が子供の時にこれに似たようなのをやったでしょ、押してなんかウサギかなんかのありますよね、カタカタって、はい、そうなんです、でこれはオールボールと一緒なんですよね、で原理はね、これをこう回すとこういうふうに突起物が押さえてこういうふうに回すんですね、こうなんです、簡単にはいかないんです、はい、こういうふうになるんですね、あのオールボールと一緒で、これも水車があってこれが回ると軸も回ってそこに突起物があって木を押し上げたりしてコドンコドンとコミをつけたりしたんですよね、なるほど、あ、すごく面白いですね、うん、これはかなり、うん、本当からくりっていう感じですね、からくりですね、そうですね、米付きグルメ、もっとありますよ、これはね、本当小さな人形、あのおもちゃ人形ですけどね、はい、
ちょっとここを引っ張っていただくと一緒に木を切るんです。まるで梨をかけてきた。そういう感じで切ってるんですよ。かわいいでしょ。かわいいですね。かわいいですね。ピキニンジョ。キリキリのピキニンジョ。の横にとさす。ノコギリがくじいて丸太を引きます。これかわいいですね。そうです。あ、でもどれもなんかお人形とかの顔とかもすごくよくできてますね。うん、できてますね。いいイメージ大切にしたいと思いますね。これはね、箱を持って引っ張って開けてもいいんだよね。はい。はい。あ、もう少し早く開けてください。あ、なるほど。うん、あ、そうか、これが早く弾くとね、ネズミの声が聞こえるんです。あ、そうなんですか、はい、ちょっとね、聞こえにくいとね、原理はね、こう開けるとここにあの、和紙で作った袋があるんです。で、押すと空気が出て、ここに笛が仕込んであるんです。で、これが押すと、押してちょっと、あ、ありますね。こういうふうになってるんです。あ、なるほど。あ、でも聞こえます。うん、そうそう、そう聞こえますね。キュッて聞こえますね。キュッて聞こえます、そうなんです。かわいい。で、これはね、江戸時代にあのオランダに輸出したんですって。あ、そうなんですか。どうしてオランダ人がそんな猫と好きなのかなって聞いたら、びっくりなことしてたらしいんです。ですから、これを開けただけで出てきたら、あの人はひゃーっと思う、この小さなのが出てきたらあ、なるほどなと面白いですね。うん、え、これじゃあオランダにもどこかに残ってるかもしれませんね、こんなのね。どうでしょうね、もうその古いのはもう多分もう捨てられてるからと思うよね。木とか言うんだったらもう全部燃やしてなんかするじゃないですか。かわいい、うん、いや、かわいいですねじゃあ大阪のどちらですか。あ、奈良、あの本当小西町です。あ、奈良の、はい、奈良、はい、すぐそこの、そこそこ、あの、桜通り商店街のあたり、はいはい、あ、そうですか、実家が、はい、あ、そうですか、はい、あの前なんだ、夜はあそこ水も変わったりしますけど、あの、うん、東向き商店街の行く通りとか、はい、とか、まあまあ、あの通りですね。あ、そうです、そうです、うん、うん、これはね、同じようにここを水平に持って、これを動かしてもらうと、ネズミがコロコロ回って、ネズミの声が出るんですね。ネズミの声が、ちょっとすみません。はい、ん、あ、そうそう。こっちを持ってみて。で、これをこう。あ、こんな感じ。うん、そうそう。ん、あ、反対ですね。こんな感じ。はい、そうそうですね。あ、これは結構でも面白いですね、スピードが速くて、でこれを回すと木と竹とすり合わせて音がまた鳴き声に聞こえますね。そうなんです。名古屋のおもちゃなんですね。あ、そう書いてますね。かわいいですね。でも一匹目は大阪の住吉大社で売られたんですね。うん、そうですね。確かにこれは結構子供は喜ぶかもしれない。そうそう。かわいい。かわいい。昔のおもちゃってのは今みたいにおもちゃ屋さんっていうよりも、あのちょっと手先の器用な人がこういうの作ったりしてたんですよね。で、緊張してあげるとかやってるんで。はい。これはどうなると思いますか、こっちは。これはですね、うん、どうだろうな、ちょっとここにこのままにして、はい、こっちに来て、これも、うん、引っ張って出してください。出してみて、はいはい、これも、これがこう、やっぱり、あ、ここが動く、パタパタする。あ、すごい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 あ、これも面白いですね、うん、このなんか、あの真面目な顔がまた面白いです、ね。面白いです。そうですね。ね、うん、
これをやった後ね、これはどうなりますかって聞いたら、はい、いやこれはカーカーと鳴くんじゃないですかって言うから、それはないでしょというんだけど、あの館長さんがあの回した途端にカーって言ったら面白いですね。あ、そう、あ、それは面白いですね。はい、今度使ってみてください。どうなると思いますかカーって面白いですね。どれもすごいよくできてますね。そうでしょ。紐を下に引っ張ってくれ。これを、はい、これはこういう感じですか。うん、そう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 。ちょっと待って、これちょっとこうした下へ。かわいい。え、これは本当かわいいですね。かわいいでしょ。ちょっとこれこんな感じで、これ手でキュッこれ本当かわいいですね。え、これはちょっと、うん、お家のインテリアにこんななってもいいかもしれない。かわいい、うん、なんか今もあのぬいぐるみとかで、うん、こうなんかあのこう被らせるものとかありますよね。キティちゃんとかでね、うんうん、なんかねキティちゃんになんか例えばクマとか、うん、狼とかを被せたりする。あれに似てますね。かわいいですね。これはこれは大釣りやったことありますか。あります。こちらはサウです。端っこを持って、はい、ちょっと手で持ってください。はい、ちょっと待って。ちょっとちょっと上に、こちらを上に上げてください。もう少し上に、もう少し上に、そのままです。ピコピコピコって引いてるんです。感じるでしょ。ピコピコ。本当ですね。うん、本当だ。かわいい。これはこうするしかないです。ああ、なるほど。うん、なんかあの本当になんか擦れてる感じ、ピクピクピクって、うん、そうそうそう、うん、かわいいですね。臨場感がありますよね。え、これはよく考えられてますね。これは何でかと言いますとね、糸をピンと張るために竹を使ってこう糸がピンとなりますね、はい、それとちょっとこの穴をちょっと斜めにしてるんですね、うん、からそしたらしゃくりながらこういくからそれがピクピクと、生きてるみたいですね。そうなんですよ。これはすごいアイディアですね。面白い。少しね。あ、いっぱいありますね。そうなんです。200点の時、20ですからね。はい。これを持ってください。はい。どうぞ。はい。こうですか。持って、もう少し上に上げてください。それでこっちの方にちょっと回してください。ん？面白い、これは。あ、これ反対の方。反対に。はい。よいしょ。あ、すごい面白いですね、これ。うん、そうですよ。これただあれですか、この紙テープの貼ってる方向で。方向でそういう風になるんです。飛ばして、それ、あの、裏返って、の、うん、まあ、それで変えてるんですよね。あ、これすごいですね。面白いですよ。はい。これちょっとよくわからない。すごい、かわいい。かわり屏風。あ、隠れ屏風。隠れ屏風ですね。パタ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 。江戸時代には、まあ、歌舞伎役者がね、書いてあって、それを裏返すことによって、あの、急いで衣替えするっていうのに使ったことね。まあ、そういうおもちゃとして。なるほど。これはすりこぎトンボ、うん、ちょっと携帯を外してこれとか置いていただいて、はい、どれでも好きなの取ってください。それとこの棒も取ってください。はい、それでこするとそれが回るんです。え、でこする場合はこういうふうにこうしたら、もうこうすると力が入るんでしょ。これでこうして、しっかりこう回ってくる。ああ、すごい。本当だ。
この辺で、そうだね、これはすごいですね、うん、これはどういう弦なんですか？振動でもあるんですか？振動でもあるんです。で振動でその このくびれに振動が集まって、右に回るか左に回るか迷ってるんですけど、どこか一つの方向に回るとその振動で回ってるんですね。すごい、おお、すごいすごい、すごいですね、これは、うん、え、面白い。おお、これ2音符つけたら2音とも回るんですよ。え、どういうことですか？振動、ここ、こちらをこするとこちらも振動するわけです。あ、本当ですか？はい、あ、すごいすごいすごい、そう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 、そうですね、まずうまいですね。そうですか、ありがとうございます。面白い と誰かにこう褒めたら、褒めたら、はい、あなたは誰でもそう言ってるんで言われたことありましたね。いやいやこれはこれもね、おもちゃってあるんですけど、あ、これはでも今もある感じですね。 今あるでしょ、うん、これあの、はい、なんかあの本屋さんとかにある感じ、うんうん、こんな、こういうので、これを載せればいいんですね。載せればいいんです。ちゃんと手を離してください。わ、でもなんかあの、危うい感じですね、これ。うん、危うい感じだけど、もうそれでいいんだよ。これ、面白いですね、でも、うん、はい、でこれはね、うまくね、あの途中で抜けないように長さを調整してるんです。だから途中からもこれは入らないですね。本当ですね、入らない、そうです。でも面白い、ちょうどこれぐらいの長さにすると、うん、これがね、なんかあの原理は分かるんですけど、自分で作るのはなかなかできませんよね。ああ、そうです ね、 ね、もし勉強したかったら、ほら、ね、あのそこで定期的に用意。あ、本当ですか、ですか、お探しもありますので、お師先生教えてください。じゃあ今度で、あのホームページ見て申し込むと、はい、あ、そうです か、 ああすか。今、奈良に住んでるんですか？今ね、うん、一時帰国中 で、 あ、そうですか、はい、ちょっと3年ぶりの帰国なの で、 あ、そうですか、ちょっとゆっくりできたらいいなと思ってるんですけ ど、 なるほど、ちょっとホームページ見てみます。はい、ネズミの笠栗虫、これをね、うちわで羽織で回してください。はい、はい、お、ああ、そう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 、よくわかりましたね。で反対に回せますか？反対はできなそうですね。反対できるんですか？できるんです。どうやったら反対にできるんだろう。ん？どうやるんですか？下から。お、すごい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 。すごい。すごいすごい。はい。こ、けん玉、なんかけん玉みたいな。ね、あの江戸時代けん玉なかったんです。だからけん玉の元祖なんです。けん玉って江戸時代とかなかったんですか？あ、そうなんですか。元祖 で、 でそれでこれはあの宴会の席なんかでね、ゲームしたんです。これをいっぱい飲むとかね。おお、はい。ちょっと何杯飲めるか。面白いですね、うん、え、あ、それもおろ、おろしてもらっていいんですか？え、おろしてから乗せるんですか？そう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 、あ、惜しいですね、まあ、これでいっぱいですね。これは2杯ですね。これ難しいですね、これ結構ね。難しいです。なんかコツありますか？コツは、まあ、あの、あんまり大きく言わずにそこに乗るぐらいの、あ、あ、そっかそっか、これは永遠と、もうベロベロに酔っ払います。もうね、帰れないですね。これはちょっと難しいですね。え、できますか、もしかして？できる、私はあんまり得意じゃないけど。わー、お上手ー、おー、すごい。こちらにも乗せるの、こちらはまた難しい、そこは浅いから。なるほど。そうそう、こういう感じなんですね。あ、でもこれけん玉よりなんかおしゃれな感じですね、うん、こんな感じ。そう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 、面白い。知らなかった。私はあのけん玉って、うん、あのおはじきとかああいうのと同じように、うん、大昔からあるものと思ってました。ああ、そうじゃない。そうでもないんですね。
それとね、はい、ここにこういうあの江戸時代の絵があるんですね、はい、江戸錦とこれ本がありますが、はい、これを見ながら作っていったんですね。なるほど、うん、作り方を書いていないんです。すごい、はい、すごいですね。あとね、下の方はね、これは刀を入れる鞘ってあるんですね、はい、それには漆塗ってますから、こういうの反射するんですね。これを全部反射に見立てて、すると見立てて、下に絵を描いて、でその鞘を見ると絵がちゃんと現れると。へえ、面白い、うん、わあすごい。やっぱり日本の人は昔から遊び心がありますから。あるんですよこれとかそうそうそう、なんか全然顔が違うんですか。はい、全然違いますね、うん、あ、面白い。あー、すごーい。あとはあの、これはこの板をね、取り合わせて形を作るんです。今でいうなんかレゴみたいな感じですね。まあそうですね、レゴ。これをこう、なんでしょう、なんかあの最初に何を作るか決めて作るって感じです。そうそうそう、うん、ですからね、でもね、斜めやるんですね、はい、でこれですと上が3枚と下4枚ですね、うん、分かりやすいから一番作りやすいと思うんです、うんうんうん、他もこういうのがあります、うんうん、じゃこれを一度作っていただけますか。そうですね、これ作りやすそうで、ここから三角こうですね。で、どうなってるんですか。こういうことですか。あれ、なんかちょっとおかしい。できた。あ、できた。ちょっと時間かかりました。いやいや、早いですね。本当ですか。本当早い。今日はなんかここに来ていっぱい褒めて、子供みたいにいっぱい褒めてもらって、ね、いい気分になる、はい、できました。そしたら、もう一つ何かこの中で自分で作りたいものを選んで。そうですね、ちょっとやってみましょう、はい、なんかちょっとじゃあ難しいやつをやってみようかな。どれが難しいんですかね。おしどりとか大変ですかね。まあ、この形があるからね。これなんかまだ難しいことですね。あ、これですか、うん、いやそう、確かに難しそうですね。あ、これはちょっと、あれ、なんかパッとイメージができない。どうなるんだ、分かる方がいいんですよ。はい、せっかくだから、これ本当に難しそうですね。そうしたらこういうまっすぐどうですか。あ、まっすぐやってみましょう。うん、これちょっとこういうなんかでも特徴ないのとか本当難しいですね。こんな感じ。そうですね。あので、何枚使うかわからないですからね。あ、そうかそうか、全部使うとは限らないですか。いや、全部使うんです。全部使うんです。うんうん、まあ、そういうのをやっていてですね。あら、これすごい、答え分かりますか。分かりますよ。え、あれ、だって幅が違いますよね。あれ、おかしいな。ちょっとヒントありますか。ヒントは辛抱して作ることですこれ以上、ここ幅違いますよね。違いますね。幅が違うのはどういうふうにするんでしょう。
あ、これちょっと本当わかんないですね。どういうふうに始めたらいいですか。答えはこの裏にあるんですよ。あ、そうです。ちょっと。そうか、なるほど。こうして、うん、ああ、ちょっとまだよくわからない。ん、こうして見ててもわからない。こうか。そう、それがコスモンなんです。なるほど。こう。あ、そう、できましたね。いや、できない。全然分からなかったです。これは難しいですね。本当は裏を見る場合はギブアップと言ってから見てくださいとかするんですけどね。今日は思ってました。いやこれ、なるほど。これは本当大人の、うん、子供はもう無理ですね、これ多分。いや、子供もできるんですか。すごいですね。わあ、面白かったです。どうもありがとうございます。すみません。ありがとうございます。ここの欄間にね、茶の道具を取ってやるんだ。ああ、はい。なかなかないんですね。これかな。本当ですね。ここのお宅はもともとはどなたかのお宅だったんですか。これはね、この隣にうなぎの料亭があったんですね。はい。で、その林居さんのお家として130年前に建てられたんです。明治23年に建てられたんですね。あ、そうなんですか。で、まあ、後継者の方が、それを守りするのがなかなか大変ということで、もう死に渡されたんです。ああ、そうなんですか。やっぱり修理するのもそこまでかかると思いますね。そりゃそうですよね。ですから、このおもちゃも、奈良大学の先生がもう退職するときに死に寄贈されたんです。あ、そうなんですか。こういうところでも一般のね、こういう人が来れるようにおもちゃに並べて楽しんでいただくので、作ったんですね。ここ奈良市のものなんですね。そうなんですか。なんか奈良市の結構いろんなものありますね。私たまたま猿沢の池のあたり歩いてたら、はい、外国人のためのなんかインフォメーションセンターがありますね。あそこもなんかいろんな活動をされてて、うんうん、であそこもなんか私勝手にどこかのなんかプライベートの何かかなと思ったら、あ、ここも奈良市がやってる。あれは奈良県なんです。あ、奈良県。ね、あ、ここは奈良市。あ、なるほど。そうなんです。すごいですね。なんか他にも何か行った方がいいようなところありますか。今日ですか。いえいえ、今日じゃなくても。どんなとこも奈良町の地図と思ってらっしゃいますね。違いますね。これは北町。北町ですね。うん、そうですね。奈良町の地図。これが奈良町の地図なんですね。はい。はい、それでこの地図でこの今はこのどこかな、からくりおもちゃ、ここなんですね。はい、でこういうのがあるのと、それと開けるとこちらのお店も番号付きと書いてますので、はい、いつ休みとかいうので分かるような形になってるんですね。はい、で大体5時には閉まるもんですから。あ、はい、分かりました。それと奈良だったら、まあね、お寺とか神社は行かれたけど、うん、庭園はこう行かれました。庭園、うん、どこがおすすめですか。お名前だけでも教えていただければ。伊水園。伊水園聞いたことあります。吉木園。吉木園、まあ入れません。
もう閉鎖になりました。あ、そうです。じゃあ伊勢園ですね。まだ行ったことないです。じゃあ行ってみます。はい、あの吉木園はね、はい、どっかのホテルのあの辺買い上げたかな。あ、そうですか。あ、そうなんです。吉木園はそのホテルの中に取り込まれるみたいな。あ、そうですか。そうなんです。なんかいい、いいね、公園だったら、ね、無料で入ります。あ、そうですか。はい、じゃあちょっと伊勢園じゃ今度行ってみます、はい、どうもありがとうございました、はい、今日ありがとうございます、はい、とても楽しかったです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。とても楽しかった。あのカラクリおもちゃ館、あの思ったよりも全然面白かった。あのなんだろう、どんなカラクリおもちゃがあるのかなと思ったんですけど、なんか多分だけど今一人で来てて、で一人で遊べるおもちゃばっかりだったからかもしれないけど、すごく可愛かったし、あと、え、とにかく今の館長さんが親切だったよね。すごく良かったです。ではかなり長く、あ、10月ん？無料参拝券が会長宅にあります。ご利用ください。大仏様秋の祭り、なんだろう。あ、これも10月12、13は奈良町御霊山参り、なんだろう。ん？ちょっと後でチェックしましょう。なんだかお祭り、秋祭りがあるような感じ。すごいね。じゃあ今からちょっと軽く、多分のスーパーかどこかでちょっと食材を買って、でお家に帰ってサクッと作って食べて、で夜の授業を始めようかなと思います。今日はね、朝と昼の授業がちょっとあって、その後今昼休みというか午後休みだったので、これは何だろう。あ、ピザ&ジェラートね、かわいい。なんか奈良町お散歩ガイドマップというのをいただきました。重いな、絶対な、今日は火曜日で観光客の人が少ないから、これはね、吉野というとこ、奈良の南の方のくず切りってくずですね。これ中国でもあるよね。中国のあの湖南に行った時にもなんかすごくな、体にいいから食べなさいと言ってなんか食べさせてもらったんですけど、かわいい、なんか雑貨屋さん。なんか奈良はもういわゆるこう観光地で、こういうこうレストランとかカフェとかお土産屋さんもそれすごく多いんですけど、あ、奈良市立資料保存館、今は空いてるんだね。ちょっとチェックしてみようか。これ行こうと思ってます。鹿の角切り、うん、めっちゃ可愛い。
面白い。昔の観光ガイドブックみたいなものですね。なんかこうやって見たら、なんか今も昔も何も変わっていない感じ。このオレンジのところがもともと元興寺だったところなんだね。広いですよね。改めてゆっくり資料を見に行きたいと思います。ではここは奈良漬けですね。奈良のお漬物ピクルスね。こんな感じ、いろんな種類のお野菜をね、奈良漬けですね。これはもう亡くなりになった昭和天皇がいらっしゃった時の、これは美術館、だいたい今日のお散歩はこんな感じです。だいたい1時間ぐらい休憩時間に奈良の町の中、行ったことがないところとかいろいろブラブラ散策してみました。あー、かき氷食べたい。かき、私の大好物のかき氷。もう10月になったから多分そろそろかき氷も食べ納めだと思うんだけど、まだやってますね。できたら今日か明日あたりに食べられたらいいな。ここ奈良町の古いエリアが終わって、でここから、商店街ですね。なんか昭和レトロな感じ、商店街に入っていきます。この商店街を抜けて、で駅の方まで帰っていきます。ここ有名なうなぎ屋さん、多分今休みです。ここは新しいかな、なんかカフェですね。ハロー。ハロー。下ミカド、あ、そうです。あの商店街でも一番そうね、一番この駅から離れた商店街。すごい古着屋さんがある。なかなかいい感じのお店が結構いっぱいあって面白いですね。なんかこういう
こうショッピングアーケードがあるのって日本のあの大体多分50年代から70年代の感じですよね。ちょっと懐かしい感じがしていいですね。すごいめっちゃガチャガチャがある。すごくないですか、ガチャガチャ専門店ここまでみたいな。あ、このなんかお肉屋さんなんだけど、この肉屋さん金土日の何時から何時までだって、なんか午後だけとかしか営業してないっていう、なんかすごい奇跡的なお肉屋さん。ここコロッケが美味しくて食べたいんだけど、何回来ても今も閉まってたけど何回来ても食べられないっていう。でも奈良ってなんかそういう場所なんですよね。だからみんなその観光客相手のお商売をされているから、うん、なんかそんなに頑張らなくてもいいというか。そうですね。めっちゃ安い。全然違いですよ。ラジオ番組やってる。これ奈良のキャラクターです。ただベーカリーかな。ちょっとかわいい。もう結構時間が経ってきたので、なんかちょっとそろそろ一回このビデオ、もうなんかこれお散歩の中継のビデオとかね、もうなんか必要ないかなっていう感じだよね。どうしよう、なんかスーパーに乗るのもちょっと面倒くさくなってきたから、ちょっと食べて帰っちゃおうかな。この辺りね結構いろんなお店があって、カフェとかで簡単に食べて帰っちゃう方が楽かもしれないですよね。お、大福、草餅、めっちゃ美味しそうなんだけど食べる、どうしよう。あ、この間ここに寄りました。お洋服屋さんでお洋服買いました。いいサイズかな、うん、また今度ね来ようね。今日あの火曜日のまだ午後で、だからやっぱり観光客の人とか週末に集中するからね、なんかどっちかというと静かな感じだよね。これね、古道具屋さん結構面白かった。いろんななんか日本の古いお茶碗とかがなんか、そうかな、どうしようかなっていうのは、今日の夕ご飯をどうしようかなって、どうしようかな、お家に帰る前に買って帰るというのが一つのオプション。うん、こういうなんか路地にいっぱいお店あるんで、ね、ちょっと気になるけどまだ行ったことない。これちょっと気になってる、コーワーキングスペースなんだよね。盆地っていうらしいです。後でチェックします。なんかちょっと可愛くないですか。さあ、皆さん、そろそろ今日の1時間くらいのプラプラお散歩を
終わりに来ました。ここまでにしようかなと思います。ではですね、皆さん、今日私のちょっとくだらないんですけど、なんかご近所のお散歩にお付き合いくださった皆さん、本当に嬉しいです。ありがとうございます。なんとなく私のなんか日常、なんか暇な日常をなんかみんなとなんかシェアできてちょっと嬉しいです。見てくれてどうもありがとうございます。じゃあまたアップロードしますね。じゃあね、バイ。